競馬場正面に入り口サンターニタパーク競馬場は、アメリカ合衆国のカリフォルニア州アーケーディアに位置する、1、s t 社が所有する、競馬場である。アメリカ西海岸の主要産競馬場、デルマー競馬場のうちで最も長い歴史を持つ、競馬場である。1959年には、ワシントンバースデーハンデキャップ競争で、日本の白地からが優勝し、 日本産競争馬の海外競争を初勝利の舞台となった競馬場である。この競馬場は結果としてシンボリルドルフの現役最後の競争となってしまった三イレーステークスやドバイワールドカップを見据えた競争となるアメリカ初春のコバ最強馬決定戦サンターニトハンディキャップが開催されることで知られる。また1995年から大井競馬場と 有効交流提携を結んでおり、交換競争として東京シティカップが行われ、開催日にはジャパンファミリーデーと題して日本の文化を紹介するイベントが取り行われる。米サンターニタパーク競馬場が無期限閉鎖、10週間で21頭が事故死。JRAVAN2019 年3月8日閲覧。ありがとうございます。